覇者の先人は、中央公論新社より観光している他に、公衆著作の架空戦記。当初は角川書店より出版されていたが六巻を観光した時点で、中央公論新社へ出版先を変えることになった。表紙、イラストは佐藤同盟。2019年3月現在、38巻観光。中角川版は、全巻、中公版も、近巻を除き現在、 新刊本での入手は困難。ただし、中古版は順次電子書籍での販売が行われている。昭和6年、満州事変の最中に北満州で巨大油田が発見される。この油田を日本が確保すれば、列強の軍事バランスは一変する。日本の台頭に大きな危機感を抱いた米ソは、満州国内の抗日勢力に支援を行い、結果として、 日本陸海軍は、満州国、北、太平洋などで、抗日勢力やソ連と、工場的かつ活発な地域紛争を経験し、多くの戦訓を得ることとなった。紛争が続く中でも北満州油田の開発は、順調に進み、日本の大国化を感化せず露骨なソ連への援助を続けるアメリカと、大陸の権益を拡大するアメリカに対抗し、 南方地域へ勢力を拡大しようとする日本の関係は悪化を続け、ついには日本の普通に進中沖にアメリカは列強を含めた経済封鎖を断行することになる。昭和17年春、日本はアメリカと先端を開き、シベリア、太平洋、東南アジア各地で熾烈な戦闘は繰り広げられていった。本作は史実なら約30年後に発見される。 大型油田が満州事変時に発見されたことを起点とし、これに警戒した列強の炎上により活性化した、抗日活動による満州国の不安定な状況と、ソ連の極東兵力増強により、第一次上海事変、熱火作戦において、日本軍は苦戦を強いられ、戦火は、史実よりも縮小している。また長田鉄山が暗殺を免れたことに伴う浮気。 一世内閣の成立は、長田鉄山の関東軍司令官就任とともに、露甲橋事件の拡大を防ぎ、日中戦争は回避された。また、陸軍に強い影響力を持つ宇がき内閣によって、陸軍の政府に対する干渉が抑えられ、結果として、日独一三国同盟の流産がなされている。ソ連アメリカの圧力は、馬仙山軍への積極的な軍事援助という形で、 具現化し、これを阻止戦とする日本との間で、ソマン国境からオホーツク海や北、千島など北太平洋、さらにソ連の長距離爆撃機による日本本土爆撃へと発展していく。二度の海戦と直前の空母を含む艦隊ンパの経験により、日本海軍は大艦巨峰主義への疑念と空母の脆弱性を認識するとともに損耗した。 駆逐艦の大艦建造等を含めて海軍の建艦計画に大きな変革をもたらす。また、濃霧が頻発する北太平洋の気象条件から目視に頼らない捜作手段、電波端審議の開発に力を入れるようになる。陸軍も本土防空戦の経験から電波端審議の重要性や迎撃戦闘のノウハウを蓄積させ、 史実とは、結果をことにするの門ン,ンでの経験から戦車を、中核とする機動戦を認識することになる。また主担当地の北千島攻防戦だけでなく、陸軍内の主導権争いなどにより、ソマン国境や中国南部への投入により、実力を認められた海軍陸戦隊は、後に独自に、外地警備、着上陸戦を行う海兵隊として海軍から、独立を果たした。 満州国に設立された法典政策所では、大規模日本人移民の受け入れのための農地開拓用トラクタの国産化を陸軍の支援により実現させ、それらは結果として満州国内の治安を安定させるだけでなく、土木作業の機械化を促進させるとともに、油田の創業と相まって国内産業全体の底上げも実現している。ありがとうございます。